少しずつ日の入りが早くなってきましたが、夜はドライバーが歩行者を認識しづらい時間帯です。 JAF 日本自動車連盟の実験で、明るい服と暗い服では見えやすさに最大で 2.5 倍の差があることが分かりました。実験で使用されたのは7色の異なる服や反射材をつけたマネキンです。歩行者に見立てて横断歩道上に設置し、走行中のドライバーの視点で認識できた時点での距離を計測しました。その結果、黒、青、紫などの暗い色の場合、ドライバーが歩行者を認識できるようになるのはおよそ28メートルの距離にまで近づいてからでした。一方、黒い服でも反射材をつけた場合は、ヘッドライトにより反射材が白く光るため、およそ42メートル離れていても認識することができました。実験結果の一覧です。暗い色の服を認識できた距離はおよそ28メートル。昼間には目立つ色の赤や緑や黄色も暗い色と同じで、夜間での見え方に大きな差はありませんでした。一方、白は他の色よりも遠くから認識することができました。さらに、遠くから見えるのは反射材をつけた服で、 JAF のロードサービススタッフの制服は黒い服より 2.5 倍も見やすいという結果になりました。 JAF は夜間の外出時には白っぽい服装を意識したり、反射材を使用したりするよう呼びかけています。